ラウンドアップを使って、プールの運動場の周りを枯らしていきたいと思います。まあ本当は、除草剤とか殺虫剤使いたくないんですけどね、運動場の中はともかく、まあ外はまあこれから手でむしってもキリがないので、まあ科学の力も借りるっていうことにして、ラウンドアップはだいたいしつこいもので50倍、50倍、25倍、まあこんなとこですんで、まあだいたいですね、残りが300ミリリットルぐらいあるので、まあザクッとじょうろいっぱいのところで、3、40倍にして、巻いていきたいと思います。やってみましょう。というわけで溶液を作りました。噴霧器も持ってるんですけども、もうじょうろでねザクッとこう景気よく巻いていきたいと思います。よいしょ。これは土につくとね、成分が元へ戻っちゃうらしいので、土じゃなくてこの葉にかかるようにね、こういう感じで葉にかかるように巻くと葉から入って、根っこまで行くそうです。これをざっとじゃあ巻いていきます。とりあえずね、この運動場のこの周りの草のところには巻きました。まあ、あの野生動物が来てマダニとかね、そういうのがあのつくのも嫌ですし、まあ、あの手でやるのが一番いいんですけどね、まあ、あの見ていただいて気づいた方もたくさんいらっしゃいますと思いますように、私こうやってブユにやられるとアレルギーでね、手が毎年、ボコボコになるんで、まあ、犬の健康に関係ないとこは少しちょっと科学の力も借りて、やっていこうと思ってます。まあ、もちろん運動場の中はね、これまで通り草刈り機と手でやってきますので、犬の安全性はね 100% 確保しております。じゃあどういう風に枯れるかね、まだ楽しみです。様子見ていきましょう。そういうところで、今日は家前のプールから白黒軍団プラスチベのクリーム1でお届けします。まあね、ちょっとここのとこ私季節の変わり目で体調崩してね、皆さんにご迷惑かけました。まあ、だいぶ良くなりましたんで、またこれで、YouTube アップ続けていきたいと思います。まあ、どうしてもこう朝晩ストーブ焚いて、昼間は、まだクーラーっていうようなところでね、いますとどうしても体調がもうクソジジイですので悪くなったり、することがございます。まあ年に1回か2回、まあ、こういうこともあるいうことで、まあ、誰かに代わって YouTube やっていただくわけにいきませんし、取りだめもしてませんので、まあこうやって間が空いたりすることありますけど、まあ最低週に1回はね、出して顔のわかる、検査をやっていきたいと思います。どうしても私がやりたいのは YouTuber じゃなくてね、いわゆる YouTuber でお金を稼ごうというんじゃなくて、いい犬を作って本当の本物をね皆さんにお届けしたいと。いい犬っていうのはどういうものなのかっていうのをね、まあ実際に頑張って自分のできる範囲でね、皆さんにやっていただ示したいっていうのが私のライフワークでございますので、
まあ、YouTube で、いっぱい、グッドボタンとか、そういうチャンネル登録をいただいて収益化できればそれはそれで嬉しいですけども、まあ、それより何よりもね、私やうちの犬たちを実際に見てこうやって動画で見ていただいてね、表面だけじゃなくてしっかり普段の生活から見ていただいて、で、どういうような取り組みをしているかとか、そういうことを持って、まあ、皆さんに安心してね、喜んで、うちの子犬をね迎えていただければ嬉しいなと思ってます。そういうわけで、今日はちょっと短いですけども、また続けていきますので皆さん応援よろしくお願いします。どうもありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございます。やっぱあれダメかな、電気のやつ、あれだって潰さないでやれるじゃん。